こんにちは、高橋宗正です。僕はこのロスト&ファンドプロジェクトの、リーダーというかディレクターとしてやっています。原因は、写真を洗って返すという作業の中でダメージがひどすぎて捨てられそうな写真がたくさん出てきたんですね。で、その写真たちを捨ててしまうのではなくて、その地元に見に来られない人にもこの写真を見てもらうことで、ニュースとかとは違ってそこにちゃんと自分と同じように人がいたんだっていうことを知ることができるので、まあ、それで、展示を始めました。写真を返す作業も今も続けていて、だいたい75万枚ぐらいの写真が、データ化されたんですけれども、今は43万枚ぐらいが持ち主の元に返っていて、で今5年経ったところなんですが、5年ぐらい経ってやっとその写真を探してみようかなって思う人も出てくるので、なんていうか、それまでは、写真を見るだけでも思い出して辛いっていう人もいるし、でもその人たちの気持ちが少し落ち着いてやっと写真を探そうって思う人たちがいるので、そのためにも、今も返却作業は続けていますね。意味はあると思いますね。やっぱりこういった写真っていうのは誰の家にでもあるものじゃないですか。その家族の思い出だったり、でこの写真を通すことでやっぱりそのニュースの中の出来事ではなくて、やっぱりこう人と人としてその被害に遭った人たちのことを考えることができるっていうのは大事なことなんじゃないかなと思っています。この写真を見ればその全部を失った時に写真の一枚が返ってくるっていう気持ちが想像できるっていう、その気持ちっていうのは世界中のどこの人と話しても同じように通じるので、それは写真の持っている力じゃないかなと思っています。